ジャン最強戦2023グループリーグ3因縁の決着。エータク2022 M リーグスペシャルマッチ優勝、岡田沙耶香。ここは連盟のスタジオです、はい、さっきまでトーカスエムフという M リーグルールに合わせた対局やってました。まあそうですね、M リーグの練習、まあ、周りみんな強い人ばっかりですし、本番さながらの練習ができるようにしました。13面ですね、はい、よく上がれたなって感じがします。よく聞かれるんですけど、場は最強戦の決勝ということで、脇から3万2000で上がるよりは積もれる街ではあったので、リーチして積もって少しでも相手と点数を離したかったっていう感じです。才能っていうより点運が良かっただけですかね。そういう頭脳があるかどうかわからないんですけど、めったに見られない役とかをたまたま上がれちゃうことって本当に点運がいいなとしか思うようないですね。いやー、かなり攻撃的な人が4人揃ったなっていう感じがするので、ファイナルでも黒沢さんと渋川さんと当たったんですけど、ファイナルのファーストステージ、個人的になんか最近の対局で一番悔しかったなっていう。すごく集中できて、今までで一番自分のできるベストが発揮できた対局だなと思ったんです。もう一回ステージに立って勝ちたいなと思ってます。やっぱ一発勝負なので、こう選択肢がどんどん狭まってくるんですけど、その選択肢をうまく選べたのかなっていう気がします。最強戦2回ファイナルに進んでいるんですけど、まだファイナルでは結果を出していなくて、なのでもう一度ステージに立って結果を出したいなと思っています。応援よろしくお願いします。2022 M リーグ MVP 水原明菜。はい、ここは中野駅です。大学時代の後半に住んでいたからです。1年弱留学してて、帰ってきてから中野に住んだ感じでしたね。岡田さんの手が何かははっきりしてないんですよね。川だけ見ると国士っぽいんですけど、リーチしてることまで含めると、スーアンコウだとか、あるいは純ちゃん系だとか、何にせよめちゃくちゃ高い手のテンパイが濃厚なんですよ。これを上がられたら一戦勝負だと3人とも苦しくなるような手が入ってそうだっていうのは、多分2人とも分かってるだろうなと思った時に、私の手がドラ2本も知らないので、結構差し込み用まで期待できるかなっていうふうに思ってました。今回に限っては振ってもいいかで切ってくれるはあるかなって思ってた感じでした。で、国士無双だった場合にリーマンは危険牌なんですけど、ただ198が当然なんですけど、まだ1個も通ってなかったので、国士だったとしてもまだ13分の1って思って切ったら 13個全部当たりだったっていう感じ。なんかあんまりその個人的な感情、市場みたいなのは全く入らないですよね。この人に負けたからみたいなのはあんまりないかもしれない。でもその最強戦っていうタイトル自体にはやっぱりそのリベンジしたいみたいな気持ちは強くあります。もう一人ちょっと私因縁の相手が渋川さんですね。ちょっとあんまり仲良くないので、渋川さんが麻雀遊戯王の動画で相関図みたいなの、私の名前書いてくれるかなって一瞬思ったんですけど、遊ぶ人ってこの人この人などって書いたんです。あ、私などなんだって思って、岡田さんより渋川さんやっつけたいなって思ってるので、岡田さんとは手を取って予選突破していきたいなと。2022タイトルホルダー頂上決戦優勝、渋川ナンバー。ここは自宅です。やっぱり僕にとって YouTube 活動は切り離せないものなんで、ここも自宅なんですけど、ほぼもう YouTube で使ってるというか、もうほぼ事務所みたいな感じでやってるんで、ここにしました。取り外し不可なんですよ。もう一体化しててもうめちゃくちゃいいんですよ。これなんか普通にプロの人も使ってるやつで、僕が晴れなくて73テンパイで負けたかと思ったら、河野さんがどうすればいいのみたいな
激アツの演出が入って、まあ、僕にできることは何もないけど、いや本当になんとかならんかと思いながら祈ってましたね。もう正直めちゃくちゃ嬉しかったです。一度は諦めてたんで。で奈良さんとはね、もちろんね、今度ははっきりもぎ取りたいんで、僕ももちろん燃えてます。で水原さんはね、麻雀つれづれ日記なんですけど、サイン悪感べーって書いてるんですよ。僕は渋川さんへハートマークでお願いしますって言ったら、渋へ悪感べーが、これは負けられないですね。去年ついにファイナルに行けて、さらにもうベスト8まで行って、なんならベスト8の卓で派手間を積もって、本当に最強見えてきたとこから負けてめちゃくちゃ悔しいんで、今年はもうトーナメント勝つイメージもねついたんで、絶対に勝って最強位瀬戸熊さんの3連覇を阻止するのは僕だっていう気持ちでやっていくんで、応援よろしくお願いします。世界チャンピオン奈良圭司。ここはあの本格オーストリア料理を食べれるお店の前に来ています。去年世界選手権で世界チャンピオンになったので、あの懐かしいあの味を思い出したくてここに来ました。いやもう世界チャンピオンですよ。もう世界で一番っていうのも最高にもう気持ち良かったです。そうですね、去年はあのマスターズも取れて、世界チャンピオンになるも取れたので、2個取れたので最高の1年だったと思います。もうこの味が忘れられなくて最高です。あれはでも十何年麻雀やってきてますけども、人生でやったことなくて、なんでやったのかちょっと自分でも分かんないんですけど、整理できてないんですけど、なんかそれぐらいちょっと分からない部分でプレッシャー感じてたのかなとは思います。あの瞬間は渋川さんはワンチャン脳天あるなと思ってたんで伏せて、あこれ勝ったかもなと思ったんですけど、あの河野さん止まったんで、あもうこれもう手テンパ入ってるなと、もう、あもう開けるってことは分かったんで、あの瞬間もう負けたなとは思いました。最終打牌の時にテンパイ取ったっていうことは、まあ開けるのが普通かなと思うので、まあもうその時にもう、あ負けたなっていうあの覚悟はありました。去年はちょっと自分の選択で負けてしまったんですけど、まあ、あの今年は絶対ファイナル残りたいと思います。今日はあのシュニッツェル食べたんで、ウィーンを思い出してまた勝てると思います。最強戦も勝ちます。